Fuck you! 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 はい、どうもかげです。関西出身のみの選手で、ペナントを制すまで、ペナントを制すまで、ペナントを制す、制す、やっていきます。現在2位でシーズン終了して、クライマックスシリーズ、ファーストステージ第1戦の前で終わったのか、79勝62敗3引き分けという、今年の成績ですね。ちょっとだけ振り返っていこう、ちょっとだけ。去年は60勝78敗からだいぶ良くなったね。そして四国もやっと最下位脱出か、7位か、いいですな。うちどっちがいいんだろう。ピッチャーは2位3位4位、ピッチャーが4位で、打撃がいいのか、あ、1位だ。ホームランも1位だし、盗塁と犠打が少ねえな。ビッグベースボールだな。ビッグベースボール、ビッグベースボールをやっておりますね。投手陣は、あ、でも藤浪が192イニング投げて 2.71 というすごいいい選手です。コントロール G15 なんだ、藤浪って。ひどくね。しかも球速めっちゃ落ちてるじゃん、149って。どんだけ衰えてんの。そこら早熟だな。こんなコントロール G ってかわいそう、藤浪。藤浪めっちゃかわいそうじゃん。そして栗田くん、栗田くんがよかったんだ。23歳、方向化け、線絡みの方向を持っている男。そして切れ丸、いいですの。そして竹野早熟か。30歳、まだ8年目だったね。竹野すごいな、こいつ。特能なんでこんないっぱいついてんの。そして彦の特能なし、特能なしだが、シュートがえぐいな。これもう平松正治張りのシュートを持ってるから、背番号18番背負ってます。2桁勝利が4人もいますね。で、抑えの中川すごい、今年すごかったね。元ジャイアンツの中川くん。で、中継ぎ、ヨネ。トネ。ヨネ、トネ。野尻、矢吹あたりが良かったのか。ホールド少ねえな。でも、ヨネが一番多いんだ。4.30 だが。なんでそんな、期待の逸材でも早熟とかあるんだ。へえ、知らなかった。期待の逸材って普通だと思った。そして、怪我した犬飼さん。超晩成。超万世の犬飼さん、ここで怪我は痛いんじゃ。ここで怪我は痛いんじゃ。足が使えなくなった。そして FA 加入の筒香さん。3割中30本。100打点。3割15本78打点。47通り。3割23本119打点。すごいな。すごいな。3割4分打ってもね、全然3割ちょいの OPS が全然離れてるからね。やっぱ長打率ってすごいなっていう。やっぱ長打率は神だなっていう。朝倉さん2割7分打ってるけど、OPS 低いな。あ、下手なのかな。出塁率が低いのか、なんだ、長打率も低いな。なんだかんだ坂間はね、2割8分13本という微妙な、晩成だしね、しかも晩成という。いいですの。よし、じゃあクライマックスシリーズ第1戦いきましょう。高速試合で見てみよう、この第1戦は。朝倉、これは、なんて読むんだこいつ。続き、これは続きでいこう。9番 DH は早瀬がね、持ち打ってくると思ったのが意外と打たないね。堀江くんの方が打ってるな。やっぱ特能の差かな。うちも控えも充実してきたな。そこそこセカンド佐原裏山のセカンド、両セカンドがちょっと、これサードだな。あ、万世か。佐原サード転向あるな。これ成長のピークが来てる。25歳、佐原何歳、31歳か。31歳でサード転向は面白いな。1番殿崎だって。でも年取ってから花開くっていう可能性もあるからね。全然それは、その可能性は否めないからね。いや、このスタジアムいいな。京都にこんなスタジアム絶対建たないけどね。絶対潰されるわ、京都にこんなスタジアム建てようと言ったら。変な教会、謎の教会から潰されるわ。あれ、どこの教会なんだろうね。あれ、どこがやってんだろう。京都市がやってんのかな。どうなんだろうね。もう、ちょっと待って。森すごくなかった ?ACCC すげえな。そしてキャッチャー C だ。キャッチャーやらしてやるよ。誰がキャッチャーなんだ。ああ。これは打てないキャッチャーですよ。やっぱキャッチャー B とかね、コンピューターも取るようになったからね。やっぱコンピューターのレベル上がったよね、昔より。それはいいと思う。そこは俺ちょっとコナミを褒めてあげたいかな。コンピューターの育てた選手とかも結構こういうね、いい選手とかもいるしね。そういうとこやっぱりちょっとコンピューターが
強くなってあんまり簡単に無双できなくなったところかなと思いますが、5番シュンタとかはちょっとよくわからんかな。ちょっとよくわからん、それはそれはちょっとよくわからんな。2番に長屋置くなって2番にシュンタ置けよっていう、うん、こいついいバッターだな。 BDDDD こいついいな。こういう選手いいな。なんか特化型の選手いいよね。もうなんか特化型同じような選手だな。同じような選手だな、お前らは。みんな同じような選手です。でも全員2桁本塁打、うち2桁本塁打の数多いな結構。うーん、他のチームだからね、勝てないかな、勝てないかな。 OK、 いけ、勝った。桑原3安打、竹野が8回に失点。これはエースですな。次藤波で勝とう。もう簡単にね、パワッとファーストステージは勝って、次はセカンドステージだ。もうスキップでいっちゃうよ。藤波だからスキップでいっちゃうよ。あ、負けた藤波大事なところで負けるって、もうダルビッシュみたいになってんぞ。お、ところが対左になったんで、ところショートだよね。ところサード転向させるか。1年目のところさん、左に強いからね、ところさんは。何覚える、初級丸でも覚えるか。とりあえず初級丸覚えたら最終的に1級入魂になりやすいからね。大体1級入魂持ってるからね、いろんな人が本当に1級入魂持っております。このまま行こう。よし、これでクライマックスシリーズファイナルステージ進出。まあ2位だからね、順天堂大学って何位だったっけ、結局。あの箱根マラソンは、箱根マラソンじゃないな、箱根駅伝だね。まあ見てないんですけどね、青学が優勝したみたいで、青学といえばあのどこだっけ、表参道だっけ、青学があるの、違うか、渋谷だよね、青学って確か。あのキャンパスに行くために入る人が増えたらしいよね。やっぱああいうとこにあったらね、遊びに行きやすいもんね。あ、まあ神宮も行きやすい。あれと、あ、チナ役が多いのかな。もしかしてチナ役が多いのかもしれない、青学には。青いしね。青いし、ヤクルトファンが多い。あー、扇風機になった。あー、坂間が扇風機になった。マジ、扇風機本当にやばいよね。いや、扇風機本当にやばいよねっていう語彙力ね。この語彙力のなさ。いやー、扇風機はどうだろう。扇風機持ってたら本当にあれだよね。だいぶ使えなくなるよね。マジで使えなくなる可能性があるからね、扇風機持ちは。やめていただきたいです。引き分けは実質負けみたいなもんだからね、2位からしたら。うわー、1ヶ月の怪我。ちょっと待ってよ。もう、ダメじゃん、もう。もう勝てる気がしねえよ。調子悪いな。堀江くんで行こうか。筒香ファースト。OK! 勝った!裏山スランプ!ひどくねえか?なんだこれは。立て続けに何か悪いことが起きてる。堀江くんが俺打ってる気がするんだよね、このシリーズで。堀江くんを使ってみよう。ガンガン堀江くん使っていこうか。5番堀江とか使ってみる。2番だな、2番 DH 堀江。うん、藤波がダルビッシュになってる。2試合連続負け。藤波伸び A になった。藤波まだ得能上がるんだ。あ、もう無理か。どうする、球速でも上げる、コントロールでも上げる、コントロール C とかにする。藤波がコントロール C ってなんか面白そうだね。コントロール C の藤波って見てみたいな。藤波コントロール A とかできんのかね、育てたら。頑張って育てたら。まあ、このままでいくか。藤波日々のが調子いい。うん、でもここはトネしかいないな、先発。はい、トネで勝ちました。これは、あれ?これは勝ち抜くんじゃないか、もしかして。日本シリーズいっちゃう?いっちゃうな、これ。高速試合でミンヨット。最後は栗田か?俺、ここ思い切ってね、こういう作戦も俺やっぱありなんじゃないかと。ここで抑えの中川も先発で使う。この采配。
俺はありだと見たね、この采配。この采配は後にね、こう伝説になる采配と、なると信じて、やってみよう。やっぱり短期決戦っていうのはね、いかに調子のいい選手を見極めるかっていうのが一番重要になってくるからね。まあ俺は調子を見極める力というのはね、もうすごいからね、もう見えてるからね、調子が全然。こいつ調子いいなって俺見えてるもん。これ多分俺だけだからね、見えてるの大体。基本的に。この12球団の GM と監督の中で俺だけだからね、調子が見えてんの。他のやつら調子見えてないからね、絶対。やべえ、負けそうだ。あ、やべだ。あ、よし。よっしゃ、次ドラフトだ。ドラフトやろうぜ。あー、俺のせいか、これ。中川が負け投手ってことは俺のせいだな。これ完璧に俺のせいだ。これは俺のせいだ、ごめん。あー、中川。悪きゃないよね。まあ、よくはないよね。まあ、よくはないな。悪くないけど、よくもない。いや、まあ、俺は悪くない。俺は悪くない。社会が悪い。うん、俺は悪くない。社会が悪いわ。これは完璧に社会が悪い。もう、あ、ジャイアンツと楽天だ。へえ。いつだっけ、ジャイアンツと楽天がやったので。2014年だっけ、マー君がいた時だもんね。懐かしいな。果たしてどっちが勝つ。あ、ジャイアンツ勝ったわ。普通にジャイアンツが勝ちました。年間表彰式。お、西川セカンド。桑原ショート。都合がいいや。FA3 人組。ゴールデングラブなし。うちは他のチームだからね。取るようにしか。以上。以上か。特になかったか。11年目。チーム打率2割8分超え。まあ、大体、15年、13、14、15年あたりだからね。まあ、ちょうどいいところに来てるんじゃないか。FA もゼロだしね。いいね。FA 流出しないっていいな。平野監督いきなり2位だからね、これは続投の可能性が高いんじゃないか。じゃあ、年俸調整やっていこう。よし、契約更改終わりで、ちょっとね、監督変える予定なかったんですけどね、さすがにこれは変えんといけんと思って、坂口選手ね、うちに初めて FA で来た選手か、坂口と T 岡田、初めて来たくれた選手のうちの1人、3割打ってくれた坂口さんにちょっと監督をやっていただきたいと、ぜひとも。なんでちょっと引退したんで監督やってもらいました。ちょっと平野はね、せっかく2位になって監督クビになるのはちょっとかわいそうだけど、まあしょうがない、ごめんごめんね。ちょっと後任がねいたんだよ。平野はやっぱりつなぎの監督みたいな感じかな。そんな感じでした、ごめんなさい。じゃあドラフト、なんか来ないかな、いいの。即戦力取りたいな。即戦力が欲しいんじゃん。お、違う。佐賀。これいいなと思ったらね。おー、いいなこいつ。こいつかぶんな。こいつ競合するな。ナックルカーブ、SFF か。いいなあ。あ、イロハスだ。あ、いいなイロハス。強いな、イロハス。あー、こいつも強いな。スケールダウンがすごい。あー。おー、すげえスライダー。すごいなあ。あ、田所。あ、21歳か。18歳だったらよかったんだけどね。優勝、準優勝。よく優勝できたな、これ。清宮、兵庫県、高卒。これはなかなかいいんじゃないか。うわ、すげえ、スプリット。強いな、こいつ。キャッチャーはいいぞ。あー、マミヤ。でも28歳でこれはいらないな、そういう、そこまでいらないな。関西だが別にいらないんじゃないか、28歳で。あの能力は。でも、万世の可能性があると考えたら、必要な、実在、必要な選手なんじゃないか。特に取る人がなかったら取るか。いや、特に取る人いないな。特に取る人が本当にいない。いねえな。取るとしたら、ピッチャーの、
清宮なんだけど、清宮は多分2位で取れる気がする。清宮は2位で取れる気がする。うわこいついいな、坂野。それを考えると雨宮を取るべきなんじゃないか。これはこれは雨宮大学ナンバーワンないし、本当か。でもサード欲しいんだよね。アナも残るでしょう。これうちの補強ポイント、サードは補強ポイントだからね。うん、とりあえず雨宮取ってみるか。社会人ナンバーショート雨宮は単独か。あ、競合したんだ。カープと競合したわ。まあ結局クラピカ理論みたいになっちゃうからね。オッケー。どっちでもそんなに嬉しくないけど、そこまで嬉しくないけど、清宮これ残るよね。残ってるな、清宮、清宮。ああ誰だお前、清宮残るっつったやつは。12、消えた、清宮消えた、ミスった、ドラフト、下手くそ、菅野、菅野かな、菅野か。消えた、まさかの。代わりに田所取る、代わりって言っちゃうんだけど、田所さんもなかなかいい選手じゃなかったでしょうか。でこれぐらいのピッチャーって結構いいんだよね。そういったら菅野の方がいいか。若いし。菅野も残ると思うね。菅野も残るということを考えると、サードを確実に取っていきたいな、俺は。アナンを取っていこう、アナン。あ、そうか、すぐか。すぐ取れんだ。菅野を。あとピッチャー、あ、田所取られた。じゃあ終わりましょうか。いやー、清宮取りたかったな。まあ、雨宮がいい選手であることを願っとこう。大卒ナンバーワンショートと大学ナンバーワン内野手取ったからね。じゃあ、誰か見ていきましょうか。ソラさん、ソラさん、雨宮ソラさんは、ソラさんどうですか。あ、長打力がある。あ、プレヒッター持ちか。あーあーあー、チームプレーもいい。ああ、うん、なんか、うん、うん、とりあえずサードに転向するかな。桑原の後でショートって考えても28歳だからね、もう即戦力でやってもらわないといけないからな。なんでサード転向させましょう。アナンサード、うん、大卒でこれか。まあまあ微妙だな。そして、菅野かな。菅野です。期待の逸材、伸びがない。伸びがねえ、伸びがねえな。まあまあまあ、21番といい背番号つけてんな。犬飼の怪我はいつ治るんでしょうか。130日後です。近藤は確か関西じゃなかったね。すげえ、近藤って横浜高校だよね。近藤は千葉県出身でしたね。3割3分9厘19本、これは取れない。ポスティング誰が行くんだ。中谷、森、あー、森友哉 FA してくれてよかったのに、よかったのに、森友哉、取れたのに、森友哉、32歳若かって取れたのに、取りたかった、森友哉。FA は誰が取れますか。FA は取れる選手がいません。今年は FA 取れず、FA 補強でしたかった。FA の補強ができないという、なんという残念なことなんでしょうか。うん、ライオンズは砂田を補強。日本ハムやばいな。3人も出てる。かわいそう。でも、畑と佐々木千早補強したから、まあ悪気はないのか。1人減ったぐらいか。記載が壊れるんじゃ。よし、自由契約選手、探ってこうか。よし、取る選手決まりました。中田蓮が、旧姓、野林って読むのかな。野林っていうらしいですね。大阪出身、で、飯田が、兵庫県出身。ソフトバンク飯田が兵庫県出身で、松葉が兵庫県出身、オリックス。この3人を取ります。取りますとか、もうあれだな、オリジナル選手が多くなってきたから、取れる選手が少なくなってきたら、マジでもうそろそろ優勝しないとやばい。ドラフトも取れねえわ、 FA も取れねえわってなったら、もう勝ち目がねえからな、本当に本当に。2000万の達成、まさか2000万の達成できるじゃない。うちで結構やったね。
うちで結構やったな。3割、2割、3割、2分、2割、7分、3割、2割、9分、9分、2割、8分。急に衰えたな。2割、8分打ってたのに。通算打率2割、8分、4厘。2325安打。ヤクルトで2年間頑張って FA 権採取しとくか。海外留学は誰を行かせるべきなのか。ドミニカか。ドミニカ行くか。誰だ、誰が行ったらいいんだ。雨宮とか行かせるべきではないか。さすがにもうあれだね。ドミニカってピッチャーより野手の方がいい気するんだよね。じゃあ野手よりピッチャーの方がいい気がする。野手なら行かせるとしたらショートでしょう。守備上がっても補給上がってもいいからね。所さんをちょっと行かせるか。それか須藤か。若いし、まあ、順調にいけばピッチャーの25、27、25、18ってなると、まあ、大平と石井が一番いいのかな。石井早熟臭がすごいからね。24歳、20歳、4年違うのか。うん、ところとかね、万世っぽいよね。なんかこの能力値、走り屋って早熟のイメージがすごいんだよね。そうなると俺はところに行かしてあげたい。ところ行ってこい。ところどこ上がってもいいぞ。補給以外、補給上がってもまあまあ許そう。春キャンプ前にちゃんと買いましょう。ちゃんと機材を買って、どうする、もうちょっと買う。ミートを持ち買うか。変化球を持ち買うか。ミート変化球やる人が多そうなんで3まで上げて、じゃあキャンプ、行くまでなんかやることあるか。あるかないな。ちゃんとキャンプでじゃあコンバートはさせましょう。じゃあ練習指示やってきます。よし、練習指示終わり。クリッタードロップカーブ覚えた。やったぜ。矢吹通信覚えた。やったぜ。雨宮をポジションコンバートしました。サハラもサードにコンバートしました。能力が下がってるな。そして、古田さんが、パワーヒッター持ち。古田がパワーヒッターになった。古田どうだろう、来年どうなんだろう。古田さんは使っていくのかな。俺は再来年古田使う。どうなんだ、俺は来年じゃない、今年古田使うのか。ピンチアップ。矢吹がすごい抑えになってんな。栗田は何覚える。あ、栗田何も覚える子なくなった。緩急覚えるか。ドロップカーブ覚えたから緩急もある。あ、でもとりあえずドロップカーブか。とりあえずドロップカーブ 2にしたいな。1はいけないってね、栄冠9で学んだよね。栄冠9の1は本当に打たれる。なんでそんな打たれるのってぐらい打たれる。流し打ち。古田は何覚える。古田はいいの覚えてほしいな。チャンスか。もうチャンス B 持ってんだ。雨宮どう、サード。あ、サード D まで行った。これはいいな。これはもうサードレギュラーで使いたいな。ミートも F あるし。初球。ミートも F で39だから、もうそろそろで、40じゃない。E になるな、あと1で。とりあえず E にするか。まず1回 E にしてから考えよう。1回 E にしてからどうするか考えるか。よし、オーダーを決めましょう。アンダースロー、日比野。上野が多分ね、意外と打たれるからね、結構。トネは先発でいいのか、最初。35歳ベテラン。とりあえずトネさん行こう。中田蓮が入ってくんの。伸びがあるからかな。野尻とか去年活躍したからね。入れたいんだが。松葉が入ってくんの。戦力外コンビが2人とも入ってきました。雨宮は1軍ですね。誰を抜く？石井か。ここも抜くか。抜いて、そうだな、犬飼はまだか。開幕してもまだギリギリ足りない？ギリギリ間に合うのかな、これ。怪我。朝倉ひどいな、これ。朝倉ほんとひどいな。最初良かったのにね、朝倉さんは。
関東スタイナは下がってきたな。でもまだ関東できるな。スターゲンか、調子次第、調子次第。勝利投手リード時ビハインド、敗戦処理やってもらおうか。うん、オーダーはとりあえずこれでいいのかな。雨宮使うか。サードは雨宮さんで28歳ベテラン、ベテランではないな、中堅か、中堅サード。ショートは古田さんがいるんで、そのまま古田に、やってもらうか。桑原が衰えたら、桑原湯気だっけ、今の湯気って読むのかな、確かあれ、あの相手のピッチャー、ソフトバンクのピッチャー、なんかかっこいい名字っていいよね、なんかそういう湯気とか、湯気ってかっこいいね。いつ怪我回復するんだ犬飼さんは。犬飼さん開幕間に合う、ギリギリ間に合わないぐらいなのかな。開幕間に合ってほしいね、犬飼さんには。どうなんだろう、開幕間に合うのか、果たして犬飼さん間に合わない気がしますけども。長いな、この間、この間長いなって言ってカットしてる可能性あるからね、全然全然長くないじゃんっていう。お、対左 A になりました。あ、怪我回復はこれ、あ、違かった、犬飼の怪我は間に合わずか、開幕、犬飼開幕に間に合わず。何を覚えますか。チャンスアップ、チャンスアップ覚えるか。万世やべえな、こいつ、こいつはいい選手になりそうだ。キャッチャーとしていい選手になりそうだな。しかも万世でパワー型か、パワーも上げないといけないな。犬飼15日か、間に合わなかったね犬飼。犬飼が最終的なレギュラーになってほしいんだが、センターのまず早瀬でいくか、とりあえず早瀬でいくよ。まず期待値的には22歳、23歳、地味に市原の方が若かったな、高卒だからか。じゃあ若手を使っていこう、若手を。とりあえずこれで、開幕は望むんだが、今日はここで終わりたいと思います。それでは見てください。せい